こんにちは、マサです。よろしくお願いします。というわけで今回はもう非常に早いことに2021年が終わってしまうということで、まあ、2021年1年間振り返って、まあ、どういう年やったかっていうのを、まあ、ちょっと軽く話していけたらなっていうふうに思います。まあざくっと2021年がどういう年やったかって言いますと、まあそこまでいくつも新しい出来事があったっていうわけではないんですけど、まあそれでも自分の中でいくつか変化があったので、まあそれらの紹介をしていきたいなと思います。先にザグッと動画で紹介する内容のラインナップを出しておくとこのような感じになります。まあ上から順に話していくと、まず一つ目はフルサイズの一眼カメラを購入したと。ソニーの α7II っていう一眼ミラーレスカメラを購入しました。で、二つ目がアドベンチャーバイクを購入したということなんですけど、まあこれ写真に出てるトライアンフのタイガーエクスプローラーというバイクを購入しました。で、三つ目は北海道ツーリングをしたということなんですけど、これもまあ写真に出てる通り、このバイクで、まあ新しく購入したバイクで北海道をまあぐるっと一周回るようなツーリングをしました。で、次は旅先で一期一会の出会いをしたということなんですけど、これもソロツーリングはメインに活動し始めてからの大きな変化の一つかなっていうふうに思います。まあこれについてもちょっと話していきたいと思います、後で。で、5つ目が富士山に登ったと。まあ富士山自体は何回か登ったことあるんですけど、まあ前回登ってから4年ぶりですね。まあ久々に登ることができました。で、次は高級ホテルディナーを経験したと。またこれはちょっと他のラインナップと比べるとちょっと異色な内容なんですけど、これについてもまた自分にとってすごい刺激的な経験やったので、まあこれを後で紹介したいと思います。で、最後は YouTube の動画を投稿し始めたということですね。まあ今年の夏ぐらいからですけど、まあ継続して一応続けることができていますというわけで、まあとりあえずこういうラインナップでこれから動画話していきたいと思います。はい、というわけでまずはカメラですね。ソニーのフルサイズ一眼カメラ、ミラーレスカメラを購入しましたと。購入したのはこちらの右側のやつで、ソニーの α7II っていうカメラになります。まあソニーのフルサイズ一眼のラインナップの中では、まあどっちかというとエントリーモデルというか、一番ベースモデルになってるんですけど、まあ購入してよかったなっていうふうに思います。で、左に映ってるのはそちらを購入するまでに使ってた、まあ前のミラーレスカメラで、これはソニーの α5000 っていうやつですね。まあ、ソニーの α5000 も結構活躍してくれたんですけど、まあ、フルサイズ一眼自体は、まあ、前々から購入したかったっていうのと、まあ、やっぱりレンズとか追加購入するときに、まあ、フルサイズのレンズを購入してた方が、まあ、使い回しができるっていうことで、まあ、フルサイズの一眼カメラを購入したっていう風な形になります。まあ、そうですね、まあ、画質がめちゃくちゃ良くなったかっていうと、まあミラーレスでも全然綺麗な写真は撮れてたんですけど、まあそれでもやっぱりまあいいカメラを使ってるっていう風な感じはあるのと、まあミラーレスを使ってる時と比べて、まあいろいろ設定を気にすることが多くなったなど、まあまあまあカメラの楽しみはまあ以前より大きくなったかなっていう風な風に感じます。あとは単純にこのファインダーを覗くっていうのがすごい楽しいですね。やっぱりファインダーを覗いて撮影してるってカメラマンっていう感じなんで、まあそんなとこですかね。で、一応ブログとか動画で使ってる写真とかは、この一眼カメラで撮影したものが結構多いので、まあどういう写真を撮ってるかっていうのに関しては、まあそちらを見ていただけると幸いです。まああとカメラ関連でいくと、今年に入ってからソニーのエクスペリアっていうスマートフォンに買い替えたんですけど、まあそのスマートフォンには広角レンズが、超広角レンズがついてて、その超広角レンズの撮影とかも結構楽しめたかなっていうふうに思います。まあ例えばどういう写真が撮れたかっていうのを具体的に紹介できたらいいんですけど、まあパッとこの写真がいいなっていうのが思いつかなかったので、まあでも通常のズームと比べるとやっぱり広い画角で撮影することができるので、まあエクスペリアに買い替えたのも良かったかなっていうふうに思います。まあ、買い替えた理由としては、ただ単にもともとドコモのキャリアを使ってたんですけど、そのアハモに乗り換えた時にもともと使ってた、
まあ、あの中国メーカーのスマートフォンを使ってたんですけど、まあ、それが対応してないっていう話やったので、まあ、アハモに対応してるエクスペリア1の2かなを、まあ、購入したっていう風な感じになります。まあ、ほんまは一眼カメラで超広角レンズを購入して撮影するっていうのが理想なんですけど、まあ、やっぱりちょっと追加レンズ結局今年は買えなかったので、まあ、具体的に広角ってどういう写真が撮れるのかっていうのを、まあ、感覚がつかめたっていう点に関しては良かったかなっていうふうに思いました。まあ、超広角レンズについては、まあ、一眼カメラの追加レンズに関しては、まあ、絶対購入したいなとは思ってます。また購入したら紹介したいと思います。まあ、まずはじめにカメラについてはそんな感じですね。で次は、まあ、アドベンチャーバイクを購入しましたっていう話になります。前は FZ1 フェザーっていうバイクに乗ってたんですけど、まあ、その FZ1 フェザーの走行距離がちょうど5万キロぐらい達成したんですよね。で、もともともっとツーリングが楽にできるバイクに乗り換えたいなっていうのは考えてて、まあ、そうなるとやっぱりアドベンチャーバイクが、まあ、旅に適してるっていうことなのと、まあ、やっぱりアドベンチャーバイクってサイズが大きいので所有感があるじゃないですか。だから以前からすごい憧れてたんですけど、まあ、どっかのタイミングで買い替えたいなと思ってたんですけど、先延ばしにしてたんですけど、まあ、FZ1 フェザーの走行距離が5万キロを達したし、まあ、大体一通りもカスタムしたし、もうこのバイクではもういいかなっていう風な気持ちに、なんか一気にそういうタイミングが来てしまったんですよ。あと購入したのは今年の春の話なんですけど、周りで結構バイクを乗り換えていく人がすごい多かったっていうのもあって、まあ勢いでバイクを売って、で新しいバイクを購入したっていう風な感じになります。まあ、タイガーエクスプローラーに関してはまたというか、あの個別にブログ記事を紹介してる記事を書いてるので、まあ、そちらを参照していただければ、まあ、どういうバイクかっていうのは伝わると思うんですけど、まあ、ざくっとそのバイクを選ぶときに次のバイクはこういうバイクがいいなっていうのを考えてたんですけど、まあ、まず一つはアドベンチャーバイクであることと、まあ、これは一つなんですけど、もう一つが4気筒のバイクではないっていうのを一つ候補に入れてて、まあ、だからそうなると、まあ、トリプルかツインかっていう風になってくるんですけど、であとはできたらドライブシャフトのバイクをちょっと経験してみたいなっていう風に考えてたなんかがいろいろあって、もともとは、まあ、ツインに乗りたいなと思ってたんですけど、まあ、これはあの中古車なんですけど、ちょうどいい感じの車両があったので、まあ、こちらを購入したっていう風な感じになります。一応他候補として考えてたのはヤマハのスーパーテネレ XT1200Z とか ZE とか、あとはムルチストラーダの1200 の, あの後期型ですかね、ライトとか LED とかに変わってると、あとは、まあ、タイガーエクスプローラーの大体この3つぐらいかな。まあ、ムルチストラーダに関してはあの普通に駆動方式がチェーンなんで、あれはあのドライブシャフトではないんですけど、まあ、結局一番悩んでたのは XC スーパーテネレとタイガーかなっていう風な感じになりました。で、まあ、結局、まあ、いい車両があったっていうことなんで、まあ、タイガーエクスプローラーこちらを購入したっていう風な形になります。でタイガーエクスプローラーに関しては、まあ、これはもう購入してよかったですね。もうとにかくやっぱりツーリング FZ1 と比較するともう確実に楽ですし、まあ、あとやっぱポジションがゆったりしてるっていうのがいいですよね。膝とかも窮屈でないしですし、で FZ1 に関してはやっぱり長時間のツーリングをしてると膝が痛くなったりとかしてたんですけど、まあ膝の痛みが出なくなったっていうのは非常に良かったかなっていうふうに思います。まあ、重量はちょっと重いんですけど260-270ぐらいあって、アドベンチャーバイクの中ではかなり重い方のバイクなんですけど、まあ走り出してしまえばそんなに気にならないかなっていう風な感じはします。取り回しをしてたらやっぱりすごい重く感じたりするんですけど、まあこれは一応購入した時から、まあ、トップケースとこのヘッドライトガードは取り付けてますけど、まあ大体購入した時の状態っていう風な感じになってますね。まあこっから軽くカスタムはしてるんですけど、まあ大体大きいカスタムはもう終わったかなっていう風な感じになります。まあこのバイク少なくとも、まあまだ車検まで1年はあるので、まあ、購入したのが春なので1年半なんですけど、まあ、少なくともあと1年半は乗ろうかなっていうふうに思ってます。まあ、今年このバイクで北海道は行けたんですけど、あと九州も行きたいなっていうふうに考えてるので、まあ、とにかくこのバイクで九州は確実に行くことになると思います。
まあ、もしかしたらこのバイクで日本一周するかもしれないですし、まあ、それはちょっと将来的な話はどうなるかは分からないですけど、まあとりあえずはまあ一応車両に関してはほんまに不満がないので、まあ乗りつぶす気持ちで乗っていこうかなっていうふうに思います。まあタイミングがあればもうこのバイクで全然オフロードも行けたらいいなとかも考えてるので、まあそういう林道とかの、まあ、発信とかもできたらいいなっていうふうには考えてます。まあバイク購入に関してはそんな感じになります。で次はあのバイクで北海道に行ったっていう話ですね。まあこちら写真が出てるんですけど、まあこれはほんまにバイクで北海道行きましたっていうそんだけの話ですね。でこの時はもう結構もう旅のカスタムをしてるっていう風な感じですかね。まあサイドバックに、まあ、トップケースがあって、まあ、アクションカメラの車載動画とか、まあ、上に荷物タンクバッグがあったりとか、でヘルメットもあのタイガー購入に合わせてヘルメットは購入 し直しました。まあただこのヘルメットはちょっと頭の形が悪くな、合わなかったので、まあ、1時間ぐらい走行してた頭がちょっとサイズ調整を見せてしまったので、まあこれは買い替えてるんですけど、まあ大体、まあ旅に向けたカスタムをしてってるっていう風な感じになりますね。で、一応この北海道ツーリングに関しては、期間は大体2週間ぐらいやったんですけど、基本的にはもう毎日毎日キャンプ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 やったので、あの長期ツーリングのもうキャンプしながらの放浪っていうのもだいぶまあ、経験としては慣れたかなっていう風な気はします。まあ、ただ、料理を全然しなかったので、まあ、キャンプ料理とかも、まあ、ちょっとずつ挑戦していきたいなっていう風なのは感じてますね。もうセイコーマートが便利すぎて、結構コンビニ飯か、まあ、現地のレストランとかで、まあ、食事をとるみたいな、大体どっちかやったので、まあ、そんな感じですね。まあほんまに今後も、まあ、アドベンチャーバイクを購入してほんまに旅の体制は整ってるので、まあ、どんどん行動範囲が広がっていったらいいなっていうふうに思います。さて次は一期一会の出会いがあったということですね。でまあやっぱり、まあ、ツーリングしてると、まあ、ツーリング先で一期一会の出会いというか、まあ、ちょっと声をかけられたりとか、例えば他のライダーとか、まあ、観光地とか、まあ、宿泊先の宿とかで、まあ、軽く話すことはあったんですけど、結構がっつりいい出会いがあったってのは、まあ、今回が初かなっていう風な気がします。で特に印象的やった出会いは今年は3つあったんですけど、まあ、軽くザクッと紹介すると、まず1枚目のこれはですけど、これは北海道ツーリングで巡ってる時に、まあ、以前からツイッターで交流になったフォロワーさんとたまたま近くを巡ってて、でそこでまあ、いろいろお話し させていただいたっていう感じですね。でこれはドローンで上から撮影していただいたんですけど、まあ、なかなかこういう写真で撮る機会がなかったのですごくいい経験になったなっていう風な気がします。で、まあ、すごい言い方だったので、まあ、これについてはまた個別で動画を撮って紹介したいなっていう風に思ってます。で次が、まあ、これも北海道なんですけど、たまたまキャンプ場で遭遇したライダーの方なんですけど、で日本一周中やったんですよね、この方は。で、年齢も同い年で、まあ同じ年齢で日本一周、リアルタイムでしてるっていう風な感じやったんで、まあそちらもすごい印象に残った出会いやったなっていう風に思います。まあこれについてもまた動画撮れたらいいなっていう風に思います。で、最後はこちらキャンプ場で、まあキャンプ場の写真なんですけど、まあこの日、まあ青森方面のツーリングの途中のキャンプなんですけど、キャンプ場で利用してたのが僕とこの2人1組の、ご夫婦だけやったんですよね。で、よかったらキャンプ一緒にしませんかっていう風に提案いただいて、こういう風に一緒に焚き火を囲ってやってるんですけど、この方たちもすごいもう非常によくしてもらって、でいろんな話も聞かせていただいたので、まあ この出会いも良かったなっていう風に思います。まあ、他にも単発で言ったらいくつかちらほら現地でお話しした方とかもいるんですけど、まあとりあえず特に印象に残ってる3つの出会いっていうのは、まあ、紹介した3つになりますかね。で、まあやっぱり思うのが、旅先で出会う人たち、まあ旅先で話をさせていただいた方たちっていうのは、まあ総じて
いい人が多いですね。すごい良くしてもらったり、すごい人生を楽しんでおられるような方たちだったり、まあ、そういう出会いっていうのはこれまでやっぱりなかったので、それはソロツーリングで、ソロツーリングを始めて、まあ、長期の旅行を行き始めてから起こった出来事なので、まあ、それは大きい変化やったかなっていうふうに思います。まあ、この先旅を続けていくと、やっぱりこういう出会いも、まあ、たくさんあるであろうですし、また機会があれば、僕が逆に旅先で出会った人に何かできることがあればするみたいな、まあ、そういうことができるような、まあ、大人とかそういう価値観の人間になれるといいなっていうふうに思っています。まあ、出会いについてはこんな感じですかね。で、次は、まあ、YouTube 動画を投稿し始めたっていう話ですかね。で、こちらは僕の投稿チャンネルなんですけど、まあ、一応動画投稿を始めたのが今年の夏ぐらいですかね。まあ、基本的にはツーリングとかバイクの動画中心なんですけど、まあ、動画じゃなくて筋トレの動画も、まあ、2本投稿してますけど、まあ、筋トレ自体最近結構いいペースで継続してるので、まあ、また重量が上がったら筋トレの動画とかも投稿していきたいなっていうふうに思います。まあ、ただ筋トレのノウハウとかについて語る動画はほとんどないと思いますね。やっぱりその専門家の人たちとか筋トレ YouTuber の人たちの方が明らかに情報の内容はいいので、まあ、とりあえず重量上がったよぐらいの報告をしていきたいなっていうふうに思います。まあ、もともとチャンネル登録していただいた方たちっていうのはやっぱり筋トレの動画を見て投稿していただいた方ばっかなので、まあそこら辺は継続して投稿していきたいなっていうふうに思います。まあ、でも基本的にはバイクとか旅行の動画が中心になっていくかなっていうふうに思います。まあ、だいたい今月水金の午後の6時に、まあ、投稿できるように頑張ってるんですけど、まあ、だいぶと動画の本数も増えてきたなっていう風な感じにはなりますね。だから1ヶ月に12本ずつ増えていくわけなんで、まあ、1年間で、まあ、150ぐらいですかね。まあ、150弱ぐらい。まあ、とりあえず飽きるまでは動画投稿はまったり続けていきたいと思うので、まあ今後もお付き合いいただけると幸いです。で、チャンネル登録者数に関しては、まあ、310人ってなってますけど、だいたい何人増えたのかな？ 20 人ぐらい増えたんですかね、動画投稿再開してから。なかなかやっぱり増えないですけど、まあそれでも登録していただいた方はありがとうございます。500とか1000とか、将来的には、まあ難しいかもしれないですけど、まあ一応、まあ、まったり続けていこうかなっていう、そこまで労力をかけずに、まあ、投稿を継続できたらいいなっていうふうに感じてます。で、最後なんですけど、まあ、ちょっとこれだけ方向性は違うかなっていうふうな感じはするんですけど、ホテルのディナーに連れて行ってもらったっていう経験をしたので、まあそちらの話をちょっと紹介したいなっていうふうに思います。まあホテルのディナーに連れてって行ってもらったというか、まあそのプライベートの方で仲良くしていただいている方たちと、ちょっとまあ、年末で忘年会しようっていう風な話を企画していただいて、まあそれに参加してきたんですけど、まあそれが、こんな感じで、ホテルの最上階に、最上階かわからないですけど、まあ高層階にあるレストランっていうロケーションで、まあディナーをしたっていう風な感じになります。で、今までやっぱり僕って、すごい、こういうのと反対方向のことばっかやってきてるじゃないですか。どっちかというと登山とか旅行とかキャンプとか、明らかにもう正反対のことなので、まあ、どっちかというと、まあ、僕の知らない世界っていう風な感じはするんですけど、まあそういう風にお誘いいただけて参加して、自分のそのやっぱり知らない価値観が広がったっていうことに関してはすごいいいなっていう風に思いましたね。自分の価値観を広げるとか、自分の知らない世界に踏み出すっていうのは、なんかきっかけがやっぱないと難しいじゃないですか。で、僕が多分この先普通に生きてたら、多分こういうホテルのディナーって自分から行こうとしたかっていうと、多分なかなか行けてなかったんちゃうかなっていうふうに思ったんですけど、いざ実際行ってみると、あ、こういう世界があるんやなっていうのを実際に知ることができるし、行ったら、まあ、こういうことが経験できるっていう風のを実感できたんで、まあ、ほんまに
自分の価値観を広げることができる、まあ、広げることができた、いい経験をできたなっていうふうに思います。まあ、ただなんて言うんですかね、やっぱりその僕今29歳なんですけど、29歳でこういう場所が似合うかっていうと、ちょっとやっぱり背伸びしてる感じはありましたね。で、やっぱり会計の金額もすごい高額でしたし、だから将来的にはまあこういう場所も似合うような、まあ来年30歳になりますけど、こういう場所が似合うような30歳の大人の男性になれたらいいなっていう風に、やっぱりそういう一つの目標も新しくできたっていう風な感じになります。まああとすいません、ちょっともう一つ忘れてたんですけど、まあ富士山登山を何年ぶりかな、4年ぶりにできたっていうのを一つ忘れてましたね。で、この時の富士山はほんまに雲海が綺麗で行ってよかったなっていう風に思います。まあ、北海道ツーリングから帰ってきて最終日に、まあ、富士山弾丸で登山するみたいな感じだったんですけど、で一応今はやっぱりバイクの旅行をツーリングをメインにしてるんですけど、キャンプとか登山とか他のアウトドアも、もう 全体的にやっていきたいなっていう風に考えてるので、まあ来年とかはまあ登山の頻度とか増やしていけたらいいなっていう風に思います。で、ちょっとまあ、YouTube、 バイクの旅行系の YouTuber の方とか見てると、日本一周をした後に今度はテントで縦走とか、テント泊しながら登山の縦走をするとか横断をするとか、そういうことにシフトされてる方とかもやっぱりちらほらいるので、まあ、僕も将来的にはそういう方向性に持っていけたらいいなっていうふうに考えてます。というわけで、まあ、ちょっと時間的な尺の問題もあってたので駆け足で一つずつ紹介してきましたが、まあ大体2021年で、まあその動画関係というか動画に関係するようなことであった新しい変化っていうのは、まあそんな感じになります。まあ数としてはやっぱり少ないですね。まあ、それはもうやっぱりしょうがないですよね。やっぱり自分の今のワークスタイル的にちょっと在宅ワークなんですけど、なかなか人との出会いが少ないっていうのがあったりするので、まあ、そこまでなかなか新しい出会いっていうのはないんですけど、まあ、その中でもいくつかあった新しい経験っていうのを一つ一つ大切にしていって、まあ、来年新しい気持ちで1年間頑張っていきたいなっていうふうに思います。まあ、というわけで、まあ、2021年ほんまにあっという間ですね。まあ、なんか人生は19歳で、まあ人生の体感の半分はもう過ぎてしまってるみたいな話もあるので、もう残り半分って少ないですけど、まあほんまに大学卒業してからの時間の経つスピード感っていうのは本当に早く感じますね。もう1年終わったんかとか、もう今月終わるんかみたいな。だからそのすごい体感がどんどん短くなってってるので、まあできる限りその短い体感の中でやり残したことがないような生き方をしていきたいなっていうふうに思います。まあ、来年はほんまにもう30歳になってしまうので、まあ20代あっという間やったなっていう気持ちはあるんですけど、まあ過去はもう変えられないので、まあ来年30以降より良い人生を歩めるようにちょっと頑張っていきたいなっていうふうに思います。まあ、というわけで今回の動画は、まあ、2021年の、まあ、こういう年でしたっていう紹介でした。まあ、最後まで聞いていただけた方はありがとうございます。来年は新しい気持ちで頑張っていきましょう。はい、というわけで動画はここら辺にしたいと思います。チャンネル登録とツイッターフォロー、よろしければ高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。